皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、新作の作詞ですが、英語を今書いております。英語版。まあ、基本的には翻訳か意訳、日本語版の翻訳か意訳なんですけれども、残り2メロディー、作る必要がありますが、この2メロディーが非常に難しいということなんですね。はい。どうしたものかというところでございます。はい。そうですね。はい。はい。じゃあ、今回 A メロ書きましょう。はい。どういう書き方にしようかな。どういう書き方にすれば36になるかな。おっと、そうですね。It's painful. My chest pain. 3文字足りない。It's painful. My chest pain from our past. よし、これでいきますね。はい。これでいいですか？こっちは？じゃあこっち。ああ。
あれ？操縦って何？待って。こうじゃない？I should regret. I regret. I regret to tell sad stories. To tell sad stories. I regret to tell you many sad stories. これで OK。Not yet to steal な。かかりがいい。よし。はい、戻ろう。戻ろう。今作ってるところに戻ろう。あ、これ男性じゃん。I cannot forget the sad rice.変えなきゃ。
なんですって？あ、ペインか。あ、フロマパスがいらない。これ、とりあえず抜きますか。It was pain to forget our past. よし、OK。はい。はい。エニモアとかにする？ワントでいいのかな。ワンツーでいいんだ。I wanted.To cut off. I wanted.To cut off such a things. で、どうですか？はい、行きましょうか、これで。あ、何何何何？あー、いらないって。To cut off.Such things. Sad. Bad things. いけますか？いけるようですね。はい。いけるようですね。はい。大丈夫そうですね。はい。じゃあ。I could not endure it.
And it's such but things あ、いらないって、やっぱりね、そうですよね。I could not endure such bad things. Endure such bad things. I could not endure such bad things. ああ、そっか。そっか。things じゃない。形容詞だから。はい。いきますね。あ？え？なんでって？え、なんですって？あ、バッドか。あ、はい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 。はい、これも隠しましょう。はい。I could not endure such bad feeling. できた。で、ここで最後、anyway。はい。できましたね。はい。できました。A メロできました。では、ちょっと待って。そうは変えなくていいのか？逆に A1 はどうなってる？ Not yet. Still now. Just then, just then. ああ、一応訳してるね。じゃあこれでいっか。はい、できました。はい、 A2 できました。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。